ああ。こんくらいにしときましょう。よし、こんばんは。お疲れ様です。今日は NVC2 ランバとの特別編で、明日のボックスという大山ニュートンで行われる大会の前夜祭ですね。ルールはこちらで、あれだな、貼っちゃおうかな。僕のツイッターのここ見てください。キャラクター選択画面の上、はい、下で東西線を行います。今のところ下がかなり優勢です。ですね、はーい、ペコさんも来ました。チームメイト募集中です。前日に募集するのは遅すぎます。お土産がね、ちょっとあります。こっちは破天荒さんからのお土産で、破天荒さんアメリカ帰り、ジャンク、なんだろう、向こうでは有名なもんかしら。いやチョコレートかな。はい、いただきました。みんなの分あると思うんで食べましょう。あとタコ様から謎の、あ、それね、持ってっていいって言ってますよ。はい、タコ様に言ってください。
超懐かしい。ストリートファイター2場外乱闘編ゲームビデオ第2弾ポニーキャニオン古いですよ。あとスーパーリアルマージャンとツインイーグルのビデオ VHS ショーとカスミミキとか懐かしいですね。これ見えますか。ショーコが強いんだ。またあとスーパーじゃないストリートファイター EX 初代のゲームストビデオですね。面白い。この時はまだキャラが少ないですね。あとファイナルファイトのゲームストビデオ顔が怖い。ミオこの超絶プレイ、ハガーノーミスプレイ完全収録。ハガーノーミスはすごいですね。普通に欲しい。はーい、こんなんです。ゲームエストビデオです。俊也くんゲームエスト知らないでしょ。はい、20時を過ぎました。エントリーしてない方いらっしゃいませんか。新谷さんいた、はい、新谷さんぐらいエントリー。新谷さんはしてない。ヤヤさんは、ヤヤさんも入ってないの。左はいないですね。左と右はいないです。ヤヤさんがいるんでぜひ出てもらいたい。ちょっと集計もしたいので早めにお願いします。あ、ムーさん、ムーさんは誰しもなんでしょ。セロテープエントリーしてない人いませんか。今のうちにお願いしますよ。ムーさんはひらがなです。まあいつも通りゆるりといくので締め切りはまだ待ちますが、
バラバラでも構いません。 1P 対 2P、 あーどうしようかな、少ない方に入りたいなと思ってるんですけどね、出るんだったら。下が多いですよね。もともと下が強いんですよ、キャラが。どういうキャラ分布かと言いますと、上が龍、ホンダ、ブランカがいる、ホーク、フェイロン、バイソン、スタート。明らかな強キャラはバイソン、 S を含めたら S サガ、 S ホーク、龍、ホンダまでかな。フェイロンもまあ いけるかもしれないですけど。で下がケン、チェンリー、ザンギ、ダルシム、キャミー、 DJ、 バルドグ、ベガなので、まあ明らかな強キャラというのはチェンリー、ダルシム、バルドグ、そして DJ がいて、まあベガも悪くないですね。キャミー、ザンギ、ケンはちょっと弱いでしょう。はーい、はーい、エントリー大丈夫ですか皆さん。皆さん見えてますか上で。そうっすね、龍、バソ、エッサガ、ウベガさん書いてます。もう一回僕のツイッター貼っちゃいますね。はーい、これでーす。じゃあちょっとそろそろ集計いきますか。
集計いたしました。上チームが12人、下チームが14人です。現在のところ八重さんいるんだよな、出てもらいたいな。いや少ない方のチームに僕が入ろうかなと思ってるんで、僕が一人入ったところで大したことないんですけど、はい、配信中でございます。今まだの試合ですね。今2人追加でちょうど半々になりました。素晴らしいですね。ちょうど半々です。14対14。じゃあまあ20分になったし締め切っちゃいますか。エントリーは今のうちなら受け付けますよ。あ、ごめんなさい。3回今日100円でお願いします。
こんばんは、川島です。マイクのテスト中、マイクのテスト中、マイクのテスト中。あ、コエモンか、コエモン来た。上がこれで一人増えて、これも間に合った。はい、あ、してある、してある。さあ、坂100円後でもらいます。それでは30名ぴったりで、まあ時間もぴったりなのでここで締め切ります。いいですか、締め切りますよ。今から参加っつうのはちょっとあれですよ、あれって言ってもあれですけど。では、はい、30名で締め切って16対14、上が16、下が14です。でもなぁ、下も強いよなぁ。はい、では、上、どうしようかな、リーダーは。上チーム、リーダーは、A4 くんにやってもらおうかな。A4 くんプレイ中だな。あ、じゃあね、とりあえずメンバー行ってきましょう。はい、上チーム、シャルバイソン、グッチ流、破天荒流、タツトシ流、福山流、ワニケーホンダ、ネロガイル、A4 ブランカ、湘南流、川村流、ピロシホンダ、ハンパタメゾー S バイソン、グリグラフェイロン、ニーアーホンダ、コエモンフェイロン、アカブラブランカです。下のチーム、アオバ、バルログ、 KKY ダルシム、カワシムダルシム、タコサマザンギ、トーコンチュンリー、オペマイ、バルログ、マッツンケン、ヒデチュンリー、テダルシム、セオチュンリー、アオツンチュンリー、ムーダルシム、セロナ、バルログ、ユーベガ、ベガ、以上のメンバーとなります。シュンリーとダルシムがめちゃくちゃ多いですね。厳しい。じゃあそんな感じでリーダーやりますか。シュンリー、バルログ、誰か倒してくんないかな。
Round 3, fight!
あ、聞こえてる？はい、では、上対下の東西線の、割り振りですね。順番決めやりたいんですけれども、ワンピー側っていうか、上チーム、ピロシホンダが、リーダー、まあ、順番決めやってます。で、下チーム、僕が一応リーダーとなってます。で、参加費は100円です。なので皆さん、この灰皿に100円入れてってください。お願いします。で、順番とか何かあれば、ここリーダー2人いますので、それぞれ行ってってください。とりあえず順番に目やってまーす。よろしくお願いします。 1P が僕のところに、ピロシのところに、で 2P は僕、ヒデのところにお願いします。順番希望とかあったら言ってくださいね。そうしないと勝手に決めます。はい、勝手に決めて、まあ文句は皆さん言いませんからね。はい、の試合に夢中などが申し上げれません。今日は参加費100円いただいております。参加費100円です。の試合ストップはもうちょっとまだいいかな。手が空いたところで参加費100円こちらに出しに来てください。お願いします。Round 3, fight!
手を挙げた方は参加費だけでも払ってくれるとありがたいです。
Oh,
始めますよ。聞こえてますか、こんばんは、お疲れ様です。今日は参加費100円いただいております。参加費100円です。もらってない人いるんでお願いします。配信代はストップ、配信代これでストップ。はい、皆さん、ちょっと大きめの大会なので、集中していきましょう。皆さん注目でございます。ノジエはこれでラストでお願いします。これミキさん、あとお二人、角さんとグッチさん。あー、これマイク入ってんのかな。入ってますよ。マイク入ってますか。はいはいはい。あー、それでは、ピンク色のボタンです。ピンク。あれ入ってる？はい、ということで、いよいよ明日ですよ。いよいよ明日。はい、ノジエストップねー。カーシムさん、ストップしてください。カーシムさん今どこにいるかな。あ、いた。あれが、ここにカメラあんのか。カーシムさん映してください。これなんでお前2号でかすぎだろ。アップ、僕はでかいからしょうがないよ。はい、ということで今日12月の10日土曜日、今日は何の日知らないです。いや前夜祭の日とかじゃないです。なんかそこら辺の気の利いた、ああ言ってくださいよ。はい、一番手目が、いやもう遅いっす。
緒に入るの。じゃあ出て。ペガでいいよ。はい、今日はちょっと2回ですわ、これ。ちょっと近い画面、近い、でかい。僕がでかいからしょうがない。はい、これアート、これダルシムコンビですね。はい、今日12月10日はフォックス前夜祭、はい、の前に、の前に今軽く画面映ってますね、カーシムさんのお誕生日です。いやー、お誕生日おめでとう。37ですね、バラしちゃった。さあ、おめでとうございます。そして明日この隣にいますね。あれどうですか、はい、明日、明日はここの、あ、カーシムの隣にネズミ男が、なんかあれ逆こっちか、こっちですね。はい、 KKY さん明日お誕生日です。おお、おめでとうございます。 KKY さん、はい、ダルシムコンビや。 KKY さんは自由の位が一つ増えました。マジっすか。自由の位がもうあと数時間で12月生まれだったんですね。今まさに KKY さんの最後の30代が、おこんなもので消費しちゃっていいでしょうか。そうですね、そうですね、はい、残念ながら、残念ながら、さん、はい、間違いなく西日暮里にて30代最後の夜を。では、そういうことで、じゃあ、行きましょうか。今回のルールは、前もって最初の発表した通り、キャラクターセレクト画面のですね、上、竜、ホンダ、ブランカ、ガイル、で、ホーク、フェイロン、バイソン、サガトの順かなのチームが 1P 側、もうそのまんまですね。と、下の段、ケン、チュンリー、ザンギエフのダルシム、あ、出ましたね。ダルシム、キャミー、DJ、バルログ、ベガと。いやー、偏ってますな。上の段チーム対下の段チームの、東西戦となってます。で、ただでさえキャラクター、この上の段と下の段とで、なんか、下の段が、ね、スピードワゴンさんもびっくりするぐらいの匂いを放ってる感じですが、今回参加していただいたのが35人でやります。で、19人対15人ですね、はい、でやります。で、またね、バランスがひどいですね。ワンピー側はまあそれなりにバラけてます。ワンピー側はですね、と竜1、2、3、4、5、6、竜6人、はい、で、ガイルが1、2、2人か、ガイル2で、バイソン、まあ、なんかうっかり S バイソンだけど、バイソン3体1、2の3、普通のバイソンも含めて3体、はい、で、ブランカが1個、2個で、ホンダが1個、2個、3個ブランカ3体ですね。あ、ブランカも3体ですか。で、フェイロンが1個、2個で、あ、もうこれで全部ですか。まあ、割かしあれですね、まあ、サガットはまあ当然として、まあ、あとホークもいないですけども、まあ、割といるんじゃないかな。サガット当然いなくていいんですか。え、まあしょうがないですね。しょうがないですか。で、2P 側の下の段ですね。下の段、これひどいですね。僕先言うときますよ。はい。まずベガが、1体、2体。で、次、ザンギが1体。で、その次に、ダルシムが1体、2体、3体、4体。ポン、バカでしょ。ダルシム4体ですね。で、その次に、チュンリーが1体、2体、3体、4体。これバカですね。もうこれはもうね、もうバカ。はい、バカ、はい、バカ、バカ、バカの。バカ4人。ダルシム、まあ、4人のチュンリー4人。で、バルログ でさらに、ケンが1人、俺しかいないのか。はい。で、さらにですね、UFO キャッチャー。UFO キャッチャーがですね、1個、2個、3個。UFO キャッチャー3台いますね。UFO キャッチャー3回も楽しめちゃうんですよ。そうですね。3回かどうか、そう、勝てば勝つほど UFO キャッチャーフリープレイみたいになる。おー、じゃあ、盛り上げていきましょうか。そうですね。はい、それでは、先方ネロガイル、ヤヤベガ、伝っといてください。そうですね。なぜかヤヤさんがベガっていうのがいいですね。そうですね、ヤヤさんが先方でベガですね。はい。あ、これ、あの、奥です。何回来てんの。はい、ということで、そしたらあれですか、いつものこれ、僕ね、声これね、はい、作ってるのはあれなんですよね、ふうすけさんリスペクトなんですよね。僕オリジナルではないんですよ。けどやってきますか。です、はい、12月10日、フォックス前夜祭、行くぞー。はい、それでは、始めていきましょう。これやると喉痛くなるから嫌なんだよ。30分くらいで終わりますからね。そうですね、早そうですね。さあ、ネロガイル VS ヤヤベガが手に食らっちゃって、ヤヤさんがあれですね、平らカラーですね。そうですね。おー、さあ、
体力マッキーロ。ヤヤさん出ないって言ってたら、またいつもの通りギリギリに。そうですね。まあヤヤさんの出ないはわりかし、まああの嘘。で、ヤヤさん明日は？ヤヤさん明日はチーム決まってないですね。明日は明日かなり。ヤバそうなチームがありますけど、さあ下からクラッチャーでピュー連続で、あれ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 、全然ある全然ある、全然ある。さあ僕は先週の先週、はい、もうあれですね、ガイル、ネロさんと練習いっぱいしたんですけど、はい、残念ベガは分かんないって言ってましたから。達成した。さあしたら2人目 1P 側チームですね、は達俊さんがリュウですね。順番発表してあるんで皆さんスタンバっといてくださいね、お願いします。いやーこれちょっとあれですね、画面二回転さんにしておきましょうね。なんで僕行くんですかね。僕行てもしょうがないですよ確かに。さあ達俊龍、UFO キャッチャーの前にどれだけ削れるかだと思うんですよ。そうですね、でも UFO キャッチャーだってもう3対3人目にはもう UFO キャッチャー1個目がいるんで。はい。おおおお、これはいいですね。さあ画面端を詰めて波動波動、さあ大波動見てから食らってる感じ。さあ波動拳ね、飛び込んでヘッドプレス打った。おお、マジか。おお、いいですね、これは素晴らしい。さあでかいのがまたちょっと画面狭いよ。あーでかいですね。じゃあムーさん画面で狭いよさあ投げて、おお、なんか新しいことをやろうとしますよ。サードを食らってそこから火力的には相当ベガ優ですね。もう少しでゲージも溜まってしまいそうなので、ナイトメガ溜まると。おーっと、これはいい当たり方しましたね。シンクハードで、はいはいはい、からのさあさあ中段食らって耐える、止めたのはタッソジ。さあできる玉打ちの神様、玉なしキャラはやはりダメだったこれはでも 2P だったからね。そうですね。さあということで、はい、タコ様、いやでもね、ワンピー側にね、はい、ヤヤさんがサガットなりガエルなりで相当変わったと思うんで。そうなんすよ、出てほしかったんですよ。さあここでタコ様ザンギが出てくる。さあタツソシ対タコ様はあんまり見ないカードですね。お互い、おっと、なんかいい感じの嵐プレイ。龍はこういう嵐プレイがしっかり強いのが強みですねムーさんにこんばんはって言われてます。ムーさんこんばんはね。これ誰か真ん中画面映るところに立ってほしいよ、まあ、常に真ん中にさあ2回転に寄っていく僕判定でかいですね、これ判定でかいですね。さあハメはいかず、真空もらったら、あー届いちゃった。さあ昇竜デイズ、残忍は結構役立ちそうな場面ありそうなんですけど、最初も出ちゃいましたね。そうですね、まあ、今回はなんだっけ、リーダーリーダーがピロシ君と 1P が上の段チームがピロシ君で、下の段がヒデ君がチームの順番決めだと、はい、これどういう意図で決めなんだろう。ワンピアーが一番最後だから、ありってんだろ。さあ、死んじゃったー。リバーサ出なかったぜ。タコ様勝利で、タンパ止めぞ。あー、ザンギ対エソバイソン始まってしまいました。これ昔からこの組み合わせやばいと思ってたんですけど、 X になってもっとやばくなってるんではないかと。もっとではないか。タンパ止めぞ。さあ、煽り合いが始まっている。さあタコ様が死んだかと余裕しゃくしゃくですね。さあ今のはそれ死亡フラグなんでしょうか。死亡フラグですよ。これ負けたら相当恥ずかしいですよ。さあうろ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 、あーお疲れ様でした。あ、掴み返して下から。そんな低くなくていいんですけどね。これダブラリをしながら前に来るバイザンギに対してダイヤシバラしか横ないんじゃない。ダイヤシも危ないですよね。相打ちになったさあ負けたらやばいと言われてる組み合わせではい、さすがにさすがに
真ん中でこけてもパイルがきついんですよ。あーはーはー、ってことね。はい、Sバイソンならではの弱みというか。あ、すげえ、なんか今繋がってそうな勢いだった。あれはダッシュの頃からありますね。おお、タッシュ強キック、強パンは負けるんですけど、強キックたまに勝つんですよね。あのタッシュパン強いね。あれだってベガのタッチダイキックの戻りに当たるぐらい長いし速いし、はい、差し返し技としてはすごい抜群の性能ですから。しかもプラス6フレームぐらいあるんで。さあ下段、あれからノーキャンクレイジー入るの知ってました？マジであんなとこからさあ煽ってますね。いい折り合い、まあ、前半戦はプロレスなのでぐる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 。さあ殴って殴って、あ、ちょっとこれは日和気味ですよ、高様。そうですね、これ今完全だって、これペコさんじゃなかったんだけど、タンパタメゾさんか、はい、わこれモグラ叩きですからね。モグラ叩き、そう、出てきたら出てきたら、お、うまいうまいうまい。タッチシュポンなんか怖がんないでダブルで突っ込みでいいと思うんですけど。あーっと、しゃがみぐらいして、あーファイナルアトミックバスター。なんかキャラさという感じではなかったですけど。そうですね、結構際どい感じでしたね。はい、次川村龍。さあ立川対戦会の主、川村さん。川村さんはやってる組み合わせはかなり強いです。え、何がやってる組み合わせ強いんですけど。ああ、そういうことですか。それはしょうがないんじゃないでしょうかね。ちょっと立川いないキャラありと。まあ、僕がだってあれですかね、龍戦、マッツンといえば龍戦が下手くそっていうのは、もう並木に龍がいなかったんですよ、ね。まあ、売人さんいたじゃないですか。もともとやる気がなかったと思います。もともとやる気がなかったのが一番ですよ。最近でも僕が待ってますよ、龍戦。はい、川村龍は、身内に、あれがいますね、セロファンが。ああ、じゃあ残機戦相当ですよ。はい。なのか、あ、あ逃げて、逃げてくれた。大足が完璧タイプになってましたね、今ね、自分ででもね、流星頑張ってますよって言った先にね、あ、はい、一昨日の東大戦でフラピョン相手にボッコボコにされたなって。全然頑張ってねえな、ね、最近倉橋さんがおかしいんですよ。強いね、彼はね。強いですね、今なんであんな強くなったんだか意味不明なぐらい強いですね。なんだろう、画面の見方が変わってる。手堅いだけじゃなくなったよね。そうですね。さあ、厳しい厳しい、川村。さあ、画面の、これは宝太郎に怒られるんではないか。頑張れ。あー、先に回っている。ピーラリだった。やばいですよ。人数の多い利点がちょっと消えてきましたね。さあ、ゴーローさんですね。これもうちょっと下にしておきます。え、やばいやばい、映っちゃう映っちゃう映ってる。あもうダメだこれ。ダメだが死にましたね。はい、さあワンピ側に五郎さん。五郎ブランカもうやっぱ立川勢なので。あ、そうなんですね。はい、ってことは残儀戦は、残儀戦はさすがに宝太郎もブランカ戦が上手くなったのはこの人のおかげだと思うんですよね。さあ何もしない、頭のてっぺんを蹴っ飛ばすブランカ。冷静ですね、下がって。はい、さあブランカもやっぱ上は見ないといけないんですよね。残儀飛んでくるんで、タッチアキック、タッチアキックはダイエットに強い。タッチパンが好きなところでも当たっちゃいますかね。強いですね、確かに。はい、残儀だけダメージ的に痛くもかゆくもないんで、あれですけど、地味にあれですね、ボディブローですね。うんうんうん、地味に効いてる。あ、この前飛べないじゃんって思わせるのは十分ですね。お、ジャンプ中キックマニアック。さあ空中で取りするから、とバーチカー相打ち。おー、ダブルラリーなんか、うわすごいですね。まあやりに行くしかないというところでしょう。さあダブルラリー相打ちってまさか、おー端っこやばいやばいよ、噛みすぎ。さあ距離をちょっと取り返して、さあ飛び、あ、いつになって、これは残業一緒でしょう。さあローリング、ロー、おお、タコ様がどうなる、これは熱いぞ。ローリングの削りも痛い。さあどうなる。さあ地味に削っていく。
これもあとはあれですね、あの余計なことをしなければ的な流れな感じですけど、はい、ブッシュバスターがあれば一番いいですが、いやーこれうわっ、うわーい、パチンと当てて、さあ次がセロナ、セロナさん、セロナさん、これなんか女の子みたいな名前ですね。そうですね、これ確かね、あのスト通会であの様付けされて許される人間ナンバーワンのセロ様ですか。セロ様、セロ様以外は残儀使いだったはずですけども、そうですね、なんかセロナというツイッターアカウントまで作って、今日からバルログ使いですと。そうですね、明日のモックスで四天王は絶対需要あるはずみたいな感じのこと残儀よりはあるみたいな感じ、残儀よりはある、自分のアイデンティティを捨ててまでセロ様がセロ様、改めセロナ、バルセロナのセロナらしいですよ。まあセロ様もね、一通会で1に争うぐらいのもうおじさんだからね。そうですね、センスがおじさんっていうか、さあ、バーチカルになって、早らすぎた。さあ今のところ UFO キャッチャーのチャンスはないですよ。まあバルログタイプなんかあんまり UFO キャッチャー戦になりにくいですね。セロ様が、なんだよこのゲーセン、メンテちゃんとしろよみたいな感じの、いや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 、UFO キャッチャーの、UFO キャッチャーアーム弱くねえ、アームが弱い、なるほど、ずらすしかできないみたいな、ね、おマジで、さあちっともキャッチできない、ちっともキャッチできない、確かに景品目の前にいいのに、さあアームの弱い力でちょっとだけずらして、さあこっからの、おお、さあセロナ様倒されましたね。デビュー失敗ですねこれ。さあ途中今だってあの UFO キャッチャー漏電しましたからね、バチバチ不良品でしたね、不良品ですねあれじゃないですか、あやばい、あのちょっと口走りそうになりました何危ない危ない危ない、危ない橋は当たらなくていいですよ、はい、さあということでテさん、はい、ダルシムですね、4人いるダルシムの人は4分の1、ダルシム4体にチュンリー4体ですと、キークルってどうなってんすか、キークルって無駄がないですね。さあ噛みついて、噛みついてボリボリ、おーっと暗い噛みつき、おー高め、ガツガツ、おーいいですねこれは、おーガンガンいく、ガンガンいく、どうする、さあ完璧、戻りにバチンと、ちょっと弱気の中ローリングでしたけども、あれスカシカミツキだったかもしれないですね。あ、可能性ありますね。まさかうっかり当たっちゃった。うっかり当たっちゃった。まあ勝てばよし。さあテさんが冷静になったか。ファイヤーが一発打てるだけでも全然違いますからね。さあ噛みつかれて一気にまたまとわりつかれるのか、まとわりつかれない。つかれない。引き中パンが対空としてす、うおお前すごい。今のヤバくね、しかも前に投げて。後ろじゃないの。後ろじゃないです。お、開幕前捨て噛みつき通ってしまえ、さあ噛みつかれますね、前ジャンプにはあれだね、もう、ま、迷わなくヨガシとアッパーで落としたんですよ。で、あれを見たってことはジャンプ強盤早出しも出てきますね。そうですね、次、で、暗い投げ、防水か、はい、むしろもう玉島投げですね、噛みつき、はい、殴った上で噛みつくぐらいの勢いで、それかバックステップなのかね。あー、そうですね。さあ、ヘルノで削って、中村さんが前、やっちゃった、おお反応してボタン押しちゃいましたね今。さあ UFO キャッチャー2体目が、お UFO キャッチャー来ましたね、 UFO キャッチャー2体目、青葉バルログ、今度は先ほどのあの不良品のバルセロの不良品のような、今度はちゃんとあのバルログメインですかね。クレジット入れてください、上のピンクのボタンです。今回のキャラ分布を見て、はい、チュンリーさえなんとかなればブランカがそれなりに披露するんじゃないかなと思ってたんですね。しないだろ、剣ダルシムバルログダルシム、ね、逃げるそうな気がしませんか。まず確かにそれなりに、そうですね、これはちょっと、あ、止まったよ、大丈夫、あ、止まりました、危ない危ない、本ボロですからね、これちょっと UFO キャッチャーチャンス、うまいこと狙ってほしいですね。 UFO キャッチャーといえばロックマン4ですよね。え、そうなの。はい、ドクターコサックが UFO キャッチャーやってくるんですよ。そうなの。あ、危ない、ダメージが痛い、僕ね、おーっと、うまいうまいうまい、
昨日だかなんだかに、ね、ね、はい、公開された今週の火曜日の東大編でも言ってましたけど、はい、バドル見るのだけが好きです。見るのは好き。橋遊び2回目対戦したいと。いやーあと死ぬのか第1中優しいが、まあ、噛みついていく、まあそこは噛みつきの方がいいんですよね、やっぱ。はい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 、私も漏電ロー黙らせた。なんだよこのゲーセン、ユホちゃんアーム弱すぎだろ、景品ちっとも取れねえぞと。取れなかった。なんだよこれ。さあトーコンさん、トーコンさん、景品さん風に言うとトーコンさんです。トーコンさん、なんでアクセント違うの。面白いですよね、すごい気に入ってるんですよ。トーコンチュンリー久しぶりですね。中野の主、まあ、トーコンさん、トーコンさんでもわりかしあれなんだっけ、はい、ヘイとかで見るよ。あ、そうですか。さあ、やっててもやってなくても強さがあんまり変わらない人ですからね。失礼だな、さらっと。さあ、テンションで、いい街ですね。コパン百列、いいですね。トーコンさんが苦手と言っていたブランカ戦を頑張ってる。おお、頑張ってますね、これ。トーコンさんじゃないんじゃない。トーコンさんではなかった、実は。トーコンさんの注入でもなんか頑張ってるところから、はい、結局ジャンプ将棋クで捕まってなんかグダって死ぬみたいな逆もありますよ。もうダメだってなった後ズカズカ歩いて投げて、そこから投げて逆転しまくるという。さあ冷静に、ここまでノーミスですね。おおおー、うますぎだろ。さあ東根チュンリーは明日の大会に向けて仕上がり万全か。明日の大会でチーム組んでないでしょ。マジですか。さあ体育、おお、釣り出すで。これ東根さんのブランカ戦じゃなかったですね、今のはね。素晴らしい、いい動き。ワニ系ホンダ、ノジエでホンダ見てないですね。ホンダ戦全一が自称、わかんないですよ、本当かもしれない。さあさあ、東根さん曰く、俺はホンダ戦が日本一だと。日本一、日本一は逆かもしれない、逆日本一の可能性ある。逆に、お、もう死の香りが。まあ、ここのバックジャンプですね、これをなんとかしたい。さあ、息を吹き返したか。おお、これはでかい。要するにバックジャンプ中パンチでね、適当に暴いてるだけで、100回のところを振っちゃうんで、あれがやばいですね。どこにいようが構わないですからね、あんなの。さあ、戦列で削れる状況にもなってるし、もうこれセーフティーですね。何があっても知ることはないと。1回のふがふが掴んだところでドラム缶があったのが迷ったポイントでしょうね。さあ自分から飛んで、何のための前ジャンプだったのか。おおおからの、さあ東郷さんが冷静だ。おっと、でかい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 、壊し確率、お、嘘、マニキュエさんが壊し百裂した。さあどうなる、これはリードを守る戦いは難しそうですね、この回だと。そうです、だからどうしても歩き機構、はい、歩き機構で鬱陶しいと思うんで。あーあーあはなぜかもったいないな。完全にもあれですね、バラモンの一族でしたね。勝手にバラモンって出ました。勝手にホンダ動いちゃいましたね今ね。なんかセメントかぶるようなですね。動くつもりはない。なんでそんなの僕に振ってくるんですか。好きに決まってんじゃないですか。完全に今バラモンだったじゃなくて。さあここで破天荒流ですね、これは。さあ破天荒さんは今日日本に帰ってきたばかりで、はい、帰ってきて家に帰るより先にバーサスに帰ってきてしまう。さあ、ファイヤー燃えたぞ。さあ、戦術溜まってる状況だが、
迷わず打ってさすがに抜けた。あれこれさ、はい、赤い数字に100って書いてあるのって100人見てんの？100人見ております。今稲葉状態。はい、重たくならない？重たく、あ、大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。投げて、僕が100人乗ると危ないですね。それは危険だね。ムーさんも危ないな。でも、いや、はい、ムーは3人ぐらいでもダメだろ。そこまで来たよ、来たよ、来たよ。さあ、ノーノーと、ノーノーと投げじゃないの？こっから投げじゃないの？おーっと、美しい投げには行かず、ちょっと手堅く行こう感が出てますね、今日の投稿さんは。さあ冷静に結果で落として、さあ破天荒前に飛ばんで投げられたが甘い。これピヨル優しい。三男が中足で安定しようとしたら、さあ整列出ない。あるよ、あるよ、あるよ、ある、まだある。空雑が良かったね。ほら難しいところだった。さあ二人抜かれ、三人抜かれてしまって福山龍、チュンリーに対しては被せるキャラがあんまりいないんですよね。リュウが頑張ってもらいたいところ。あれじゃないですか、あの KKY さん直伝のチュンリーにはガエルだろうとかじゃないですか。でも下の見せてもらいたいですね。いやでも僕もね、角さんとちょっと話したんですけども、はい、実際いい勝負だと思いますよ。実際まあそんなめちゃくちゃはつかないと思うんですけど、どこを比べてもチュンリー有利じゃねえかなって。だってあの第1回対抗戦とか第2回地方対抗戦とかそこら辺で音中に誰ぶつけるっていうのはやっぱもうまっしぐらに無敵くんっていう名前が上がったぐらいですから、8つぐらいしか安定して勝つか勝てないと勝負になる人間いねえだろ。勝負になる人間すらいない。まあ、キャラクター的にもですけど、ガイルはやっぱチュンリーに対していいんじゃないかなと思います。なるほど、今だったら竜じゃないかなと思うんですけどね。まあそうでしょうかね。さあ、とこれはまずい。さあ、画面端でピンチ、なぜか5番ピンター、今、多分肘からさせようとしたんじゃないかな。ちょっと遠かったですね。さあ、ファイヤー、あるよあるよって言うとないらしい。あるといいなは、あるのか、あるといいなはある、それ何でしたっけ。なんだっけ、あるといいながある。なんかあれだった、なんだっけ、コンビニかなんかのコマーシャルじゃなかった。ああ、そっか、 AMPM とかファミリーマートとかそれじゃない。ファミリーマートはあなたとコンビニですね。つうか、もうおじさんだから古いんだよね。僕がテレビ見てた時代ですからね、20年ぐらい前ですよ。確かに。さあ、ここで湘南くんの竜。湘南竜。さあ、竜がほとんど食いつぶされて。そうですね、竜が1、2、3、4、5、6。6分の7人も竜いたのが今1、2、あと2人、3人死んで、あ、そっか、うわ、どこでピョってんの。ちょっと安いが、うわー、さあ体力的には大幅にこれ戦術客と波動拳相手死ぬんじゃないかなって状態で、ね、ピヨらせて殺せなかった、それはいいのか。さあ、無理やり食らいながらガチャ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 言ってて、リバーサーガチャガチャ言ったはずなのにリバーサー出なかったけど割り込んだ。さあさあ、おーっと、いい振り。さあ、いいですね、闘魂さんがこれそろそろ悪い癖が出ますね。悪い癖なんすか。できる気になって弱くなる。もっとチャレンジャーじゃないといけないですか。闘魂さんはね、最初から最後まで、その、なんでしょうね、1戦目、初っ端クレジットやった、はい、その時の戦い方でいけばいいですけど、ある程度勝ってくると、あ、俺いけてるみたいな感じので、で、欲張り出して、今みたいな感じになっちゃう。自信がつくのはいいことですけどね、一日のうちにそんなについても、そうそう、実力が上がってるからね。僕の予想、新カード食らうんじゃないかなと思う。ここから空達からの、ちょっとは近すぎた、埋めていく、食らった食らったからのノーノーと、さあ勝利空振って投げミス、飛行圏投げちゃったよ。勝利、逆に出てる、人口が繋がらなかった、人口発生、止めたのは湘南。
な言っただろ。確かに黄金さんは常に謙虚であったら相当強いです。なるほど。さあお前回ふたちゃん殺し、前回あれですね、あのエストで、はい、エストで相当活躍したムーさん、普段信用がないのでたまに勝つとものすごいみんなに褒められると。だってこれ前回でやってなんだっけ、伊藤くん倒してなんか相当やばい勝ち方してたよね。フジモン、フジモン、あ、そうだね、うん、フジモン、伊藤、本当上手、なんかすげえ倒してる。さあシークガードして謎の水中の大劇、なんだなんだ。さあ動きが硬いと思う、そっからまさかもうビビってんの。この辺の老人になるとああいう場面から中ゴス立てないので中ゴス一択ですね。さあ先ほど活躍したトーコンさんがアップになってますよ。おトーコンさん竜巻許されない。さあどうする。さあムーダルシムがだいぶ、はい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 、ムーダルシムがさっさとあっち行けと投げて後ろに投げられてムーダルシム勝利。ここにピロシ仕事ですね。そうですね、まあ、実際はダルシムが大幅に有利ですけど、まあ、ホンダのね仕事と言われますね。はい、まあいけますよやっぱピロシ対ムーは結構見ててもいい勝負してますね。さあスナイパーで周りしっかり作っている。さあもう一回無傷で耐久できたらもうダルシム相打ち OK ですね。あ、はい、もう全部相打ち OK で、はい、こっからああコーパン、おお、さあ冷静ではない、おいおいおいからのこれは迷う、まるでちょっと体力を見て迷っちゃったかな。おいっちょカラジャンプから入って突っ込んでくる、ジャンプコップ、おおおお冷静でした。さあ危ない、ペオリッチですよ。止まった止まっ た, まった、大丈夫大丈夫、残った残った、どうなってるどうなってるどうなってる、ザ・ワールドやばいよ、止まっちゃったので、あ、ムーさん勝っちゃった。ちょっとちょっとお待ちください、止まっちゃった。これどっかにあれですね、スタンド使いがいますね。じゃああと5秒だけ待ってください、多分大丈夫なんですけども。じゃあ行っちゃいましょうか。はいどうぞ。さあ帰ってきましたね、お待たせいたしました。さあということでピオシがあれですね、ザ・ワールド中に死んでしまったということで、もう一回やってもいいですよ。確かにそうですね。さあムーが、まあ、グリグラ対ムーですね。ごめんなさいね、止まってしまったんですね画面が。今もう一回読み込み直しております。多分大丈夫だと思う。さあシュレックが投げて受け身は取らない、投げてインフェルノ、今のインフェルノは頑張った、大丈夫ですね。はい、いや配信は諦めませんでしたね、すいませんでした、トラブっておりました。さあ今スライディングをジャンプシューキックで潰したの昭和芝居だけというちょっと優しかったですね。あれ何がつなんですか、生劣化ですか。いやでもジャンプシューキックで飛んでるってことはあれじゃないですか、もう潰す気でいってるわけだから、まあ、潰した後に先端で潰した後に何が入るんですか。うおおいってー、何なんだろう、劣化圏かね、劣化圏が入ればいいですけど、これじゃないかな、フェイロンだったらほらしかもしゃがみくらいでしょ、スライディング潰してるから、はい、気持ちが歩きアッパー劣化圏だね。ああ入りそうですね。さあここでストッパーグッチ、グッチさんもね本気出せば強いんで、
何その本気出すから普段本気出してない本気出してないですからね本当に。さあ最近はすっかり反省会勢となっている反省会なんとか部長ですからね。中村部長といや中村さんは社長ですね。あそう、はい、シュウさんもね、そうですね、いいとこいますね。シュウヒデ、さあ上から行ってズーズーしい。うわめんどくせえ。さあ俺が俺がダルシム全員になるんだと。お気が入ってますね。気が入ってますね。絶対入ってない。絶対言わないですよいやでもそんなになってほしいんですよね。まあそうですよね。おお、さあ死んださあちょっと褒めるとダメなあたりがムーさんらしいな。素晴らしい。さあ手前落ちが多い。手前落ちが多いということは何を警戒してるのか。ユルドリー、ユルドリーは一方で昇竜にスライディングが間に合わず中国食らって、体力はダルシムのが減っている。うわぁ投げかい。 DST で決めましたね最後ね。さあということで次がこれ誰もいないのまずいの。次がすいません、あれですね、二回転さんのバイソンですね。そうですね、経験バイソンはちょっと僕一人だとアウェー感がすごいんで、水っぽいバーサス。さあ二回転さんのダルシム戦はちょっと思い切り悪いというか、あ今勝ち確定ポイントでしたけど投げて、まさかあんな安い餌に釣られると思わなかったから入力できなかったでしょうかね。今のヘッドへ抜けて大パン絡めたとこもあれじゃないですか。クレイジー確定じゃないですか。3ヒットはまあまあ、2ヒットはまあまあ、おっと止められた。今の漏らしは痛い。ガーゼか手前テレビ暴れている。うえーとマジか。なぜ撃った。しかも最後二度と削りだったみたいですね。すげえな今、まあ、我慢でよかったんじゃないかなと思いますね。確かに。まあでも実際さっきの試合クレイジー確定ポイントあの2カ所ぐらい逃してたんで遅かれ早かったんじゃないでしょうかね。さあ画面端に詰めるチャンスだったんだがあまり詰めなかった。しかし完全にダルシムペース。さあこっからまだあるのか。2回転ね、つかみに行かないんですよね。まあ言い悪いではないですが。さあニョキッと、これだけ体力差がないとさすがに掴まないといけないんですが、それでつかみがあるからこそやっぱ足元がお留守になるはずなので、そうですね、つかみの裏タフがもういきなりピヨルンで楽しむちょっと危ない。さあこれはしかし完全に、さあもう一回今ニョキ痛かった。ファイヤーモードになった。刺さってこれはきつい。殴った、さあダルシム撃破。さあ次がヒデ。これはうまくかぶってる。そうですね、スーピー側のチームリーダーのヒデ君が2回転バイソンに挑むと。さあ 1P 側2回転バイソン、スピ側にヒデチュンリー。さあヒデチュンリーと2回転バイソンも相当お互い2人で数はこなしてるはず。このカードは、まあ、チュンリーの方がダメージ取りやすいんですが近距離戦にバイソンがどれだけ持ち込めるかという。さあ背中蹴り、もう一丁。さあ上がって中盤暴れ封じってことですかね。ガード以外は多分何もできないんじゃないですかバイソン。飛び込んで、さあこうやって先にゲージを貯められちゃうとさすがのチュンリーもきついんですが、さあ掴んで、
下から投げて、ポキッとまだ削れない。さあ強気いきましたね。まあアコで確かに無敵予選会ではかなり割りにくいところなんで、さあさすがに開幕気候圏さすがに打ちすぎ感はある。毎回飛んでる2回でも偉いと思う。まあどうなんですか。さあこれは確定。さあチュンリー撃破。さあカーシムのダルシム。さあここは止めてほしいですね。もともとこれね 1P チーム対 2P チーム、 1P チームが19人に対して 2P チームが15人ということで、もともと人数に差があるので、ここはちょっとねそろそろ、はいですね、カーシムさん、カーシムさん出番ですよ。本日誕生日のカーシムさん、ハッピーバースデーカーシムさん。さあラウンド1が終わってしまったので、これあれですね、明日本番だったらこれもうあのカーシムさん出番危ういとこですね。さあ明日はコンピューター戦、次のプレイヤーが来るまでの間にコンピューター戦1ラウンド終わると、相手チームにあのプレイヤー選択権が回ってしまうので、早め早めのお願いしますね。さあカワシムが出てきて、上段チームは次がツノッピさんなんで、これは2回転超頑張りどころ。そうですね、これしかし今のところさあ近距離戦が、これいかにバイソンが近づくかっていう組み合わせのはずなのに、なぜかダルシム側から近づいていく。最後はちょっと置いてからの台取り、あれはクレイジーが出ても2ヒットぐらいで済むというやつ。さあこの相打ちは痛いんだが、間合いが外せた、なぜか裏回りを狙っていた大ヘッド、これ当たるやつ。さあ飛び込みバレてましたね。さあクレイジーがもうガードできないんで相当きつい。あーやっちゃった、ゆドリルヘッド失敗ですね。まあバカになっては勝てないですね。さあ開幕勝負なんですが、このカード、さあこれは完全打順ペース、さすがに今回テレポ打たなかった。さあちょっと落とせなかったが、どうだ、ピヨッタ。さあ腰の入ってないパンチでしたが、 X のは減ります。さあ青ツン2回転さん頑張ってますね。これはかなり流れ変わったんじゃないですか。大きいですね今のは。さあ青ツンさんはチュンリー使ってるとこ最近全然見てないんですが、大丈夫なんですかね。いや誕生日は X になってもあれですよ、おめでたいですよ。1回しかないですから、ね、さあさあゲージを貯めてドフォー刺さって一気に体力が、さあ2回転のゲージ回収がうまくいって、ニョキッと投げて、さあチュンリーが取り返したが三角飛びが出てしまった。さあこれはきつい、もうクレイジーがガードできないので厳しいですねこれは。さあダッシュアッパー思い切りましたね。まあ戦列来たら死んでましたけど、いいんでしょうか。さすがにヤバ打ってこないか。さあ今日は今回先週のあれですね、先週で今週の東西戦闘機は違い、ちゃんと青でもツンでもありますね。青ツン、さあ飛び越し投げはできなかったが、さあ前飛びが起動している。おっと背中蹴り、使ったがクレイジーさえ刺さらなければ、そうですね、さすがにこのクルージングモードはさすがにきつい、きついですね。まあ部活で気候圏打たない限り確定ポイントがないんで、中足にドンピタで合うとかそういうのしか当たりどころはないですね。投げてオアート、ニョキッといったところに投げで、おっと今の引っかかったの痛い、ラッキーですね今ね。
投げてさあこれはきつい。さあ無理やりゲージを貯めたがダメだった。前列刺さって青ツン勝利と。久々にあれですね、青ツンさんがツンリー使ってしかもちゃんと勝っているとこ見ましたね。さあ続いてはツノッピさん。さあ小豪ツノッピ最近また東西線出てくれてちょっと嬉しい感じですが、中中中大ではない。これはあれですね、須野さんのガエルに頑張ってほしいところですが、さあ無理やり戦列無理やり合わせた感じ。しかしまだわからんぞこれ。あっとバックジャンプできなかった。まあやはりゲージがある分どうしてもチュンリーが若干有利なこの組み合わせだと思いますが、あでも今よく第一貢献打ちましたね。あそこガエルが前そばっとしてる段階で無理やり体力取りに行ける場面なんで、さあ投げて、さあチュンリーゲージがたまる前にだいぶ体力を取られてしまった。これは戦列さえもらわなければ、さあこのラウンドはさすがにか。さあ寝た、これは受け身。おっとさあおっと三角飛びをしたらリフトアッパー。さあまずは無理やりバックジャンプしてでも飛行剣を一発打ちたかった。さあこれは巡りから投げてこれはチュンリーはあとゲージ貯めてゆっくりと、いっとっと暗い投げできなかった。これは大ピンチ。いいですね。さあさすがに遠すぎた。よかったですね、経験者さん。ガエル対チュンリーはガエルが有利ということが証明されましたよ。あれね、俺なんかそういう思いで言ったセリフじゃなかったんですけどさあオペマイバルログ UFO キャッチャー、 UFO キャッチャー3体目、最後の UFO キャッチャーですね。さあ名古屋から、この UFO キャッチャーでも設定強めですよ。これそうですね、これバネ相当強い UFO キャッチャーです。かなり1000円以上使わないと取れない設定入ってるみたいな、どうしようもないです。さあがそのもバルログ戦は上手、爪を拾わせないが拾う。ちょっとなんとか今飛び越し投げを警戒してバックジャンプしたところまで良かったんですが、さあ態度が気づけば逆転。さあおーソバットで、さあさあ最後までスノさんが頑張ってますね。さあ、さっそっとアンドビアさすがにちょっとね難しいんで、バルロ側もアウト。サーバー離して、さあこのテラ当たらないように今ショーパンチ打ったんですけどね。 しかしテラ2ヒットで済んだからまだマシ。飛び込んで投げ上げますか。いや今のショーパン悔しかったな、当たっちゃうかテラ。さあ強さ迷わず来ましたね。おサマーサマーしかも大サマー、今テラー読みで待ったんですがテラー出してくれず、さあ出ないだろうと。さあこれだけ投げちゃったらあとはクルージング。さあサマーは当たらず投げと、いいか踏み込み投げ。さあしっかり景品キャッチしましたね。さあということでとコエモンフェイロンですね。こっからフィーロンブランカ、ホンダバイソンブランカとスタンダード系のキャラいませんね。あ、そうですね、もうリュウガイルはいないんですね、もう。
そうか、ワンピが玉持ちいなくない？いないっすね。さあ、コエモン対オペマイ。これは明日、あれですね、今喋ってる KKY さんもそうですけど、今ここの4人僕らチームメイトじゃないですか。あ、そういうことですね。さあ、今日の敵は明日の友と。さあ、下下で。わかんないやつ。さあ、投げた後、前か後ろかどっち食らってもピオルとかいうやばい典型で。バルゴアリ、バク転がいいんすかね。何でしょうね、バク転、バク転見てから上かけんとかいけそうじゃない。さすがに軽爆は無理かな。出ればの話だけど。さあ投げて、さあさすがに2ラウンド目はオペマイちょっと控えめな。ローリンクリスタル鬱陶しいっすね。おぉ、いい反応。あー引っかかった。捕まって、おぉ。さあ逃げた。おーっと、反撃が早い。投げて、いや受け身で取らない。今のいいですね。今の危なかったっすね。受け身取っていたらワンチャンあるからね。おっと、つった。今のは純粋なミスだと思う。投げて、受け身は取らない。投げ返し、ゼロフレー。さあ、劣化神経で溜めて、そう、引っ掛けた。おっと、当たるか。テラー出して、おっと、投げにはいかない。おっと、食らっちゃって、繋がらない。さあ、体力はほぼ同じ。と、支援客で勝ったの、コエモン。お見事でしたね。さあ、ユーベガさん。さあ、ユーベガですね。これ、一気にワンピー側有利ですね。今日のルールはキャラクターセレクト画面の上の段対下の段での東西戦となっております。さあ、先ほどまではチュンリー地獄に対して、ひたすら熱くなっていたユーベガさんですが、エイロンベガはしかしこれはこれできつそう。しゃ、きつい。投げて、さあ、巡りから投げて、やっちゃった。正面、思いっきり正面で死にに来ましたね。ベイロンにあれをやっちゃうとね、もう4段確定なんで。やっちゃった。さあ、垂直、死んだ。さあ、ゆうべが即死。さあ、瀬尾さん、ユーベガさんはここのところですね、この手のその前夜祭とかその手のでかなりやばいですね。ヘイト値がたまりますよ。明日のお怒りがね、かなり危険ですね。さあ、そのユーベガを先ほどかなり切れさせていたセオチュンリーですが、しかしゴッとうまくちゃんと落とした。さあ、チュンリーもな、あのね、レッグをスピニングで返しちゃダメとかいうね、あれが破格したんで。さあ、繋がってる。今、で、リバサ支援を警戒して手出さなかったセオ君がすごいいい判断でしたね。冷静、まあ、中足の先端とか当たんないんじゃないですか、支援。あ、ワンチャンで、ユウちゃんアップになってますね。ユウちゃん、心怖い顔してますね、からね。ユウさん、非常に怖い顔してます。ちょっと、安く済んだが、しかし体力がもうえらいことになってる。刺さった。さあ、ノリノリ声もん。これまずいですね。さあ、ちなみに私はフェイロン戦など全くやってませんが、これまで回ってくるのかな。頑張ってくれ瀬尾さん。今度はしっかり。さあ、死んだ。さあ、あれ確定なんだ、食らって。さあ、
今のは中スピニングなので、はいはい、食らったからアッパーレッカー、強スピニングだとレッグが出てくるんですよ。小スピニングだとレッグがめくりヒットするんですよ。あ、その後に両方とも入れてるので完全対応。さあめくって冷静。ちょっとこれこワンツーワンピーがやっぱり数の暴力なのか。いや、こういうもんが強いだけじゃないですか。うわーっと1,2,3と今のはスライディングミスですかね。何でしょうかね、今食らいましたね、とりあえず。いや、これもやってないのにこの精密さ。うおマジか今の。ここはうまく抜けたが、よっ来てくる。下はガード、冷静ですね。経験はバックダンプ強パンは減りますね。チョップ、冷静。さあ KKY がこれ、あ、副賞なんですね。そうですよ、やっちゃった、危ない。さあレッグのっかりから、あそこは入りづらいところ。あ、1 KKY 止められるか。さあ強い日のコイモンはマジで強いぞ。さあ KKY ちょっと冷静ですね。チョップ、対空を使い分けてやったのか。あーとスラストこすり。ドラム缶がうさかった。最大の敵は KKY ではなくドラム缶だった。さあ赤ブラ、赤ブラ、ワンピーチームが赤ブラニアシャル A4 と4人残して、ワンスピガーがもう KKY で僕だけですね。まあ攻撃じゃねえ、あのマニアも優勝してますからね、 KKY マッツンという。おお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 お、さあむちゃくちゃになったか。4次元ですよ。さあかなりむちゃくちゃ、かなりむちゃくちゃやってくる赤村、早すぎてわからない。老人にあのスピードきつい。言うても赤村君も結構いい年ですよ。まあ30、あ、もうアラフォーになったんですね。そうです、アラフォー対真の40に間近の男。もう残り数時間、残り数時間。おお乗っかって、まあここはおお噛みついた。どうすんの、うわあいった、強すぎる。ああいう部分赤バカもすごい非常に上手ですよね。そうですよね、裏を落ちに見えてきます。はい、さあおお、まあそうです、ダメです、2回は出られません。さあそれでは大将マッツン、大将で剣が出てきて全てを託されると開幕。まあ、ずっと今日はマイクを握ってたマッツンさんがアスペクト比が違う画面を見てたおかげで、ちょっと対空の間合いも取りづらくなっているか。一文字ジャメジャマ、うおっと珍しく対空が出ない。おお、うますぎる。ブランカの台足に差し返す。さあこっからです。赤村はもう本当にじりじり来るタイプ。投げ合いはブランカが間合い的にはだいぶ有利。勝利を落とすからのジャンプ強キック、おお内野手入った、勝利早出し、レッパレ削り殺す。まずは一殺、次ニーアホだ。
新谷さんパスって言ってますね。ダメですね。今日は気合入ってない。あーちょっと喋ろう。はい、小江門さんよろしくお願いします。入ってます入ってます。ニーアホンダがいきなりのしのし歩いて。ニーアさんね、最初の1勝分目だけは強い。その1日のそこに全てをかける。はい、なんで大将まで、大将戦までニーアさんを出さずに温存できれば優勝できるんですよ。なるほど。はい、最初の1戦目マジ強いんですよ。普段から考えてるか。あ、なんか水戸黄門スタイルですよ。水戸池さん、勝さんが強くて、はあ、自分は水戸黄門で最後に出てくるんで。水戸黄門戦わないですけどね。これはレッパー。特に大きなミスもなかったが、マッツーさんがね、本当に仕上がってますね。本田戦めちゃくちゃうまいっすよね。おぉ中小流何読みか。ちゃんと大以上入れてる。偉いっすね。お使って投げる。うわ、うわ、ちょっとでも痛いの入れていく。おぉ前飛び、いろんな読み合いがいきなり裏から来る。さあまだこれは知らない体力。あー間に合ってもいない。そしてこの間、マッツン剣を圧殺したシャルバイソン。2回当たって2回殺してますからね。その後ノジアで勝ち越しといたとマッツンさん言っていましたが、さあアルバイス、おっとここでひだつかみ。こっから殴り合いになるのがクレイジー。アッパーは昇竜読み。さあ、はい、昇竜に一歩勝ちしますね。さあ踏んだ、これは。おお、よく見ている。確認しましたね。あの確認は偉いな。サボりがちですけど。サボりますね、あそこは。おおおからのさあ、タンパも通用しない。波動をガンガン打ってくる。ひだつかみかくったまである。きつい。おお釣られて壊しグランド昇竜、しかも中。それでは大将戦、大将 A4 新人類ラスボス。なんだかんだ大将まで行きましたね。さあそれではどうしたか、よいしょ。大将戦 A4 対マッツ。さあどんな試合になる。あのしゃがみショーパンチが非常に、そうですね、使える技じゃないはずなんだけど意外に使えるっていう。実はプラス3フレあるらしいですね。そうですね。でも8勝6フレって書いて遅すぎなんですけど。おお、投げミスがうまく機能している、機能しちゃっている。開幕勝利。いや強いな。お前のやりたいことなんか分かっとる。いやこれ結構強いですよね、ローリング。はい、いかない、裏にはいかない。うわ打ち OK。 さあ期待値男投げが入ってどうなる。 A4 が下がる。いやー逃げたろ、惜しい。波動が、命のかかった波動が出てくる。おお差し返した。勝ったのは A4。 というわけで前夜祭プレイボックスは、上チームですね、上側チームの勝利となりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。面白かったですね。でもこれだけの人数差でいい勝負になってしまったということです。ムーさん強かった。松井さん一言お願いします。
負けましたな。いやいや、勝つ負けじゃない。明日は当日予選ですね。当日予選を11時半からスタートする予定なので、当日参加希望の方は開店10時からエントリーを受け付けてますので、11時までちょっと早いですけども、大山ニュートンに10時までに来てくださいと。11時です。11時締め切りです。11時締め切りね。なのでよろしくお願いいたします。で、事前エントリーしている13チームに関しましては、1時までに来ていただければ結構ですので、よろしくお願いいたします。はい、こちらもご視聴ありがとうございます。サンキュー。いやー、いい差し返しでしたね、最後。いやねー、なんだろうね。いや、じゃラウンド1でね、初っ端ジャンプショーキック飛び込んできた時に、初っ端絶対紙式だと思ったから昇竜拳やったのに、なぜかこっちジャンプしててさ、なんでジャンプしてんだよみたいな。で、ラウンド2の開幕ローリングはもうレインホークなら 100% 打ってくると思ったね。もう迷わずしましたね。ニュートン、ね、いや、ツイッチですよ。ニュートンはツイッチです。ツイッチ、エストの時と同じようにツイッチで、ニュートンのあのツイッチのチャンネルでやるはずです。松井さんの、はい、ツイッター貼っといて、はい、でみんなそこで情報を見てもらおう。あ、まあそうですね、とりあえず。はい、ということで、僕のツイッターを貼るの？うん、松井さんが、あー違うか、松井さんが、僕のツイッターじゃなくてあれじゃないですか、何でしたっけ、そこのメインのところでいいね。メインそこですね、のホームページですね。で、これで、これツイッターアカウントありますよね。ツイッターアカウントありますよ。うん、じゃあ今貼ってしまいますので、あ、誰だ？カナダ KOF。あ、そうですね。誰でしょう。こんばんは、松です。こんばんはなのかな、あっちはあれか、こんばんはじゃなくて、こんにちはかな。はい、ということで明日楽しみですね。明日は決まって、そうや、これさ、せっかく本赤の方で、本赤っつうか、この明日用のね、ホークスとかエストとかのさ、総合アカウントの方で当日チームの情報くださいねって、わざわざこれミステリアスパートナーの画像まで貼ったのに、情報全く来ないんですよね。ちょっと何の、明日の当日予選、何人、どんちんぐらいのチームが来るのかなっていうのは情報が知りたかったので、情報くださいねっていうふうに送ってるんですけども、全く情報が来ないのでちょっと困ってるんですよ。なので、そこら辺はできればあれですよね、スムースな運営を目指しているので、できることなら協力的にしていただけるとありがたいです。はい、フォックスのツイッターアカウント、これです。ツイッターです。皆さんここで情報を見ていってください。お願いします。はい、ということで明日ですね。明日は楽しみですね。エントリー予定チーム、なるほどね、こういう感じなんですね。そうですね、エントリー予定チームとして貼りたいんですけど、エントリーの、そう、これエントリー予定チーム1が熱いすぎるんだよね。小高、川又、トンタンキー、タイラとかやばいですよね、これ。トンタンキーさんが入ってくるの、そうですね。多分あれじゃないですか、この3人でもう、あと新キャラどうしようっていうので、もうやむにやまれるやまれる事情というか、もういなくねみたいな感じで、多分四天王キャラよりも新キャラが多分不足してるんでしょうね、世の中は。新キャラと思うんですよね。でも新キャラがでもね、ことごとく S ホークばっかで、もう僕そろそろね、これストリートファイター 2XX の大会なので、今後大きい大会もう S キャラなしにしようかなとかちょっと考えてるんですよね。ほう、 S キャラやりたいならスーパーストーツやればいいんじゃないかなと思ってるんで、X でのキャラバランスでの、まあそうすると圧倒的にバルログとかダルシムとかやばくないって感じですけど、それでも S キャラいても圧倒的にバルログダルシムやばいのは変わんないんで、まあ確かに。なので、そろそろみんなもう X なんだから X やりましょうという感じでいかがかなと。僕ハイパーの大会とかもあんま意味ないと思うんですよね。大抵ダッシュキャラばっかになるんで、あ、まあそうっすね、だったらダッシュで大会やればいいんじゃないのみたいな。ダッシュターボですね。なので、今後ね、ダッシュ抜きとかだったらどうせ X になっちゃうんですかね。
まあ、あ、でもあれですね、攻撃力、まあ、ピオチ高くてもターボが火力低いですからね、意外とダッシュキャラ抜きだったらバランスいいかもしれないですね。サガットが鬱陶しそうですけど、ターボサガットが、ターボサガット N ガイルですね、 N ガイルはかなりヤバいですね。な感じで、そろそろね、みんな S キャラではなく X を僕らは遊んでるつもりなので、 X キャラでいかがなもんかなと思います。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。明日は当日予選から配信も当日する予定ですので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ今日はここで、はい、ストップしてしまいますので、明日皆さん遅刻だけはしないようにお願いします。あれ、これもう野地合い垂れ流しとかしないの？止めちゃうの？あ、止めちゃいますか。はい、ということで、そしたらじゃあさよなら、手振っとこうか、カメラに向かって。さよなら。なんだこの画像。